ラモン・エイブラハム・カストロは、プエルトリコ・ベガバハ出身の元プロ野球選手。ウトをミギウチ。1994年の MLB ドラフトで、ドラフト1巡目で、ヒューストン・アストロズから指名され入団。MLB 史上初めて、プエルトリコ出身でのドラフト1巡目の選手となった。1998年に、J ・パウエルとのトレードで、フロリダ・マーリンズへ移籍した。 1999年8月27日にメジャーデビューを果たした。ニューヨークメッツ時代2004年12月にニューヨークメッツと契約を結んだ。2005年はマイク・ピアッツァ。2006年から2年間はポール・ロデューカの控え保守となった。2009年5月29日にシカゴ・ホワイトソックスへトレード移籍した。同年7月23日のタンパベイ・レイズ戦では、 先発出場してマーク・バーリーを完全試合に導いた。なお、二人がバッテリーを組んだのはこの時が初めてだった。2012年は1年間プレーしなかった。2013年1月にロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約を結ぶが3月18日に解雇された。2013年からはアトランティックリーグのロングアイランド・ダックスと イタリア球界のリミニベースボールクラブでプレーした。ありがとうございます。